ティモシー・ユージン・スコットはアメリカ合衆国の政治家、実業家。2010年から2013年までサウスカロライナ州選出の連邦会議員を務めた。スコットは1897年以来のサウスカロライナ州でのアフリカ系最初の共和党、会議員であった。2013年からは連邦上院議員を務めている。2020年8月現在、 共和党に所属する唯一のアフリカ系の連邦上院議員である。1965年9月19日にサウスカロライナ州ノースチャールストンの貧しい地域で生まれ育つ。7歳の時に両親が離婚し、看護婦の助手として収入をあわれるため、1日に16時間も働く、母親の元で育つ。また、ドイツに駐留するアメリカ陸軍将校の兄がいる。 1988年にチャールストンサザン大学で政治学の学士号を取得し卒業した。大学卒業後はドアツードアで保険を売る専門のビジネス活動をはじめ、ティム・スコット全州保険は成功した保険会社に発展する。また彼はパスウェイ不動産グループのパートナーでもある。1995年に黒人としては再建期以来初めてノースチャールストンの市長になるために、 軍議会議員を辞職したキースサメイの席のために空いたチャールストン軍議会の全軍選挙区で当選する。1996年には州上院に出馬したが民主党現職のロバート・フォードに敗れている。しかし2000年と2004年には軍議会議員として再選を果たす。彼は1995年から2008年までの13年間。 軍議会議員を務め2007年には議長になった。2008年に共和党のサウスカロライナ州のトム・ダンツラー、会議員が引退した。彼は立候補して選挙に勝利し、この100年代において共和党の黒人初の州会議員となる。2010年にサウスカロライナ州選出の共和党のヘンリー・ブラウン、連邦会議員の引退によって空いた議席を獲得するため、 共和党予備選挙に出馬した。アラスカ州のサラペリン元州知事ら、ティーパーティー運動の支持推薦を受け、共和党の決選投票でストロム、サーモンド上院議員の息子である、ポールサーモンド候補に勝利。さらに民主党候補のベン・フレーザー候補を破って、会議員に当選した。それは1896年から1897年に、 サウスカロライナ州選出の連邦会議員を務めたジョージ・ワシントン・マレー以来のサウスカロライナ州共和党初の黒人議員の誕生であった。会員では中小企業委員会と運輸委員会に所属していた。彼は財政保守や社会保守の定義の概念からリベラル組織の連邦議会黒人幹部会の参加を拒否している。彼は妊娠中絶や 同性結婚や肝細胞研究に反対し、バラク・オバマ大統領の医療保険制度改革に反対している。2012年12月17日にジム・デミント上院議員が議員を辞職したため、彼はデミントの代わりの上院議員として、2020年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党で唯一のアフリカ系アメリカ人の上院議員として、基調演説を務めた。 ありがとうございます。